リアレーズは、ウェイトトレーニングの基本的種目の一つ。ダンベル、もしくはそれに類するものを両手に持ち、腕は進展させたまま肩関節の力だけで、首の高さまで居上する。三角筋、双棒筋の筋肥大を促し、筋力を高めることができる。肩関節を同じ位置に保つように意識し、動作中に肩甲骨を寄せず、三角筋の後ろに効かせるようにする。 小指と薬指で握り、外回りで動かすことがポイント。肩甲骨を寄せてしまうと背中に入るので、そうならないために肘を外にエルボーするイメージで開いて、行くと三角筋後部にヒットする。ベントオーバーダンベル、リアレーズベントオーバーダンベル、リアレーズライングダンベル、リアレーズライングダンベル、リアレーズライング,ンーイングワンハンドダンベル、リアレーズラインンンンーズライングワンハンドダンベル、 リアレーズベントオーバーケーブル、リアレーズベントオーバーケーブル、リアレーズシーテッドケーブル、リアレーズシーテッドケーブル、リアレーズダンベルを両手に持ち、膝を曲げて前傾姿勢をとる。上体はほぼ水平にする。手のひらを手前に向けると、より効果的。息を吐きながら、腕を伸展させたまま肩の力だけでダンベルを上げる。肘が肩の高さまで上がったら、息を吸いながら、 元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。上から見ると、ダンベルは状態に対して、ほぼ垂直に前後するような軌道を描く。ダンベルの形状によっては、後述の持ち方ができないので、その場合は、通常の持ち方で行ってもよい。ベンチに横たわり、膝を曲げ、片手でダンベルを持ち、後の片手はダンベルを持った肩の脇のあたりに添える。動作中に、 体が倒れないようにするためである。親指と人差し指でダンベルのバーを挟むようにして持ち、他の指は添えるように持つ。手のひらでダンベルのウェイト部分の内側を押さえるような形になる。ダンベルを持った肩の腕が顎から口の前あたりに来るように構える。息を吐きながら腕を進展させたまま肩の力だけでダンベルを上げる。腕が床に対してほぼ垂直になり、 ダンベルが肩の真上の位置まで上がったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。アタッチメントは、ワンハンドルバー、またはトライパワーハンドルを用いる。ケーブルマシンに対して、横向きに立ち、膝を曲げて、前傾姿勢をとる。上体はほぼ水平にする。手のひらを手前に向けると、より効果的。息を吐きながら、 腕を伸展させたまま肩の力だけでハンドルを上げる。肘が肩の高さまで上がったら息を吸いながら元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。アタッチメントはワンハンドルバーまたはトライパワーハンドルを用いる。ケーブルクロスオーバーマシンの中央にベンチをセットする。左のロープーリーのハンドルを右手で持ち、右のロープーリーのハンドルを左手で持つ。ベンチに座り。 両足の下で両手を交差させ、前傾姿勢をとる。手のひらを手前に向けると、より効果的。息を吐きながら、腕を伸展させたまま肩の力だけでハンドルを上げる。肘が肩の高さまで上がったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。3から4を繰り返す。パッド式のマシンの場合は、腕を曲げ肘でパッドを押すようにする。 手の甲側の手首にマシンアームを当てて行う。マシンのシートとアームの位置を調節し、マシンに座る。手のひらを下に向けて、ハンドルを持つ。手の位置は、体の正面。息を吐きながら、腕を伸展させたまま肩の力だけで腕を横に、開いていく。肘が肩の真横まで来たら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。